こんにちは、超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は群馬高専の国語についてお話をしてみようと思います。高専の問題っていうのはですね、構成が決まっています。過去3年を見るとですね、まず1番は漢字です。はい。でこれは6問から7問ぐらいという感じですね。で、2番は論説文が出題されているんですが、これは結構ですね、古典についての論説が出題されてますね。で3番がこれまた論説文、今度は自然科学とかそういうことになるんで古典ではない、いわゆる普通の論説文ですね。で4番が小説というふうになっています。で、このまずですね、2番の古典を含んだ論説文ということなんですけれども、2019年は西行についての話で、2018年は松尾芭蕉について、2017年は鴨の長明についての論説なんですよね。はい。ですのでその中で、まあ例えば和歌が出てきたりとかね、古文が出てきたりっていうことがあるんですが、はい、ここで聞かれるのは、古典的なことで聞かれるのは技法です。はい、表現技法が聞かれています。はい。で他にじゃあこの2番何聞かれるのって言ったら、あとは文法ですね、助動詞とかの文法がちょっと1問とか2問とか聞かれるくらい、あとは全部読解です。はい、読解が非常に多いと。選択問題ではありますが、ちょっと難しいかなという感じですね。はい。で3番の論説文は、まあ、先ほども言いました普通の論説文なんですけれども、これもやっぱり読解が多いですね。はい。5問6問7問そのぐらい読解問題というふうに考えていただいていいと思いますので、選択問題になっているので判断をしっかりしなきゃいけないと、根拠を持つという練習していないと、このやっぱ似てるのね、判断迷う時ありますよね。そういうふうになってくると思いますので、なぜこの答えなのっていう根拠を持って読む練習はもうこれは絶対必要ですね。はい。で、4番は小説なんですけれども、ここで必ず出題されているのは、語句の意味。はい。問題文のね、中に出てくる語句、それの意味を答える問題、それから内容理解の問題が5、6問といったところで、これはあまり他の学校では見られないかなと思うんですけれども、文章全体の表現の特徴ね、これを答えなければいけないというふうになるわけです。はい。ですのでこういうふうなことを感じさせようとして、こういう技法を使ってるよねみたいな感じのことをちゃんと説明されているので、これはどれが正しいかなっていうのをちゃんと判断をしていく必要があるということですので、あまりおそらく当たったことがない文章になると、問題になるかなと思いますので、しっかりと過去問を解いて、あ、なるほどこういうふうに考えるのねというのを、押さえておく必要は出てくると思います。はい。で、全体的には読解が多いということがあります。これは小説にしろ論説にしろ、読み方がね、正しい読み方っていうのを身につけて、しっかりと準備をしておいてほしいと思います。はい。では、今日は群馬高専の国語についてお話をいたしました。ありがとうございました。